今回はキクラゲと豚肉の卵炒めムースーローの作り方を紹介します。キクラゲのコリコリした食感とふんわり卵に豚肉を合わせた料理です。キクラゲは栄養価が高く、食物繊維、ビタミン D、ミネラルが特に豊富で、体に必要な栄養素が詰まっています。とっても低カロリーなのでダイエット効果も期待できます。そんなキクラゲを使って美味しく健康になれる料理を紹介します。それでは作っていきましょう。材料を用意します。卵3個、豚肉 100g、 もやし 50g、 人参 10g、 きくらげ 30g、 小松菜 10g、 生姜 5g を用意しました。卵に少量の塩コショウとごま油を入れよく混ぜます。下味をつけ卵のうまみを引き出し、ごま油で香り高くなります。ここで下味を忘れると料理のバランスが崩れるので注意しましょう。鍋に大さじ1の油を入れ、生姜を炒めます。生姜のいい香りがしてきたら卵を入れ軽く炒めます。卵に油を含ませるように合わせていき、半熟の状態で引き上げます。このくらいのふわふわ卵にします。先ほどと同様に鍋に大さじ1の油を入れ、生姜を炒めます。次に豚肉を入れ炒めていきます。今回は切り落とし肉をそのまま炒めて使います。本格的に作りたい方は下味をつけ油通ししましょう。豚肉は箸で広げるようにして焼いていきます。7割くらいの火が入ったら野菜を入れます。野菜を入れたら強火でしっかり炒めましょう。野菜の余分な水分を飛ばして油をコーティングします。紹興酒、醤油を鍋肌から香りが出るように入れます。スープまたは水を 20cc 入れます。塩と味の素、胡椒を少量入れます。水溶き片栗粉を少量入れ、具材とスープをまとめます。香り付けのごま油を入れます。先ほど炒めておいた卵を入れ合わせます。ふんわりした卵を混ぜすぎないように注意しましょう。今回はムースーローの作り方を紹介しました。ポイントは卵に下味とごま油を入れ、ふんわりと炒めることです。卵の柔らかさとキクラゲのコリコリ感が決め手です。この料理は具材のバランスも良く、食感も楽しめて健康にもいい素晴らしい料理です。キクラゲを買った時にはぜひ作ってみてください。このチャンネルでは本格的な中華料理から簡単なまかない料理などを作って紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。